どうもこんにちは、特化軍です。長友総長です。本日はこちらは何でしょうか。あの東千歳駐屯地というのは陸上自衛隊で最も大きい駐屯地と。そうです。いうことで、はい、さあ続きまして参りました。こちらは何でしょうか。すごい広いですよね、ご覧の通り。はい、ものすごく広いです。これはもうめちゃくちゃ、これはうわー、何でしょう。これは競馬か何かを行うんでしょうか。これはですね、はい、結構ダッシュするといいかもしれませんね。いや終わらない、端から端まで。いやダッシュ、行軍する長さなんじゃないでしょうか。そうです、ね、長い。これは一応第二滑走路と言われまして。滑走路、はい、旧軍時代に作られた、はい、滑走路だったんですよね。へえ。今現在は滑走路としては使ってはおらず、はい、戦車とかを関越更新をここでやったり、訓練とかを実施したりとかできます。なるほど。ヘリポートとしても使用することができます。広いので。その時の滑走路としてできたこの名残というか、そのままあの使っているという感じですね。そうですね、はい、ってこいですね。ダッシュはしたくないですね。結構ありますね。いや、これ全力疾走したらやられちゃいますね、本当。ここであの、はい、師団の記念行事の関越更新をここで、毎年実施している。まあ、最近ちょっとコロナ禍でやってないんですけども、やるとしたらここで、関越更新をやります。はあ、あの更新が行われているのはここであるということですね。すんごい広いです。確かにこれは滑走路としてもともと作ったんだろうなという。ただあれですよね、地面はコンクリではないというところですよね。そうですね、コンクリートあるんですかね。はい、中に乗っかっちゃってるんですけど、基本はコンクリートで回ってます、はい、確かにこれ今着陸したらなんかタイヤもげるかもしれない。飛行機の多分折れますね。これはそうですよね。今広い、すごい。いや、これめちゃくちゃ広いですね。これは敷地としては駐屯地のあれですか、併設して端から端までみたいな感じなんですかね。駐屯地にグンと。そうですね、そうなりますね。端の方ですよね、駐屯地も。駐屯地と演習場の境目になりますね、はい、いやー、ちょっとそうですね、私まあそろそろマイホーム持とうかなとか、そういう風にもやっぱり考える、悩んではいたんですけど、ここにしますかね。すごいです、すごいですよ。うちここにしますか。あの今車走ってるあの辺りを玄関にして、でこの辺りをリビングで、寝室をあっちの辺っていうね。えいやー、まあ、ここにしましょうか。 いいとこだ、北海道。あ、北海道って感じですね、これ。はい、1000LDK ぐらい行きますかね。ちょっと大変ですねこれ。玄関出るまでがどれだけかかるんでしょう。玄関入った後のバイク乗りますか。リビングまで俺バイクで行きますね。いやー、夢が広がります。いいですね、いい土地です。ちょっとうちなんですけど、ちょっとうちの敷地で今なんか、そう、汽車が走ってますね。走ってますね、うちの敷地なんですよ。気持ちよさそうですね。こんだけまっすぐだったり、あー、いいですね、ああいう感じで、はい、ここ戦車が走ります。あれは今シンプルに移動中ですよね。あれはあっちには何かあったんですか。そういうわけではなくて走ってみてるって感じですかね。ここから演習場に繋がってますんで、まあ、なるほどなるほど、はい、演習場の中を動いて移動してるんだと思います。演習場にもここからそのまま通過できる、はい、なるほど。通りでなんかいろいろ走ってますね。いやー、これなら全然渋滞は起きません。これはもうすごいおすすめの、物件になっておりますね。